えーとね、昨日からの続きでおすすめの映画はありますかって聞かれたので答えてみましたという今回はあの映像作家志望の中学生で、まあ、映画が好きみたいだから、えー、好きな映画何って聞いたら「フォレスト・ガンプとインターステラー」とか言って「ん?」って本当お前何歳やねんとか他にもグリーンマイルとかもショーシャンクも好きですよって言うから え、お前、おっさんかとか思ってね。な、なんやねん、お前。とか言って。で、Life is Beautiful ってどう思うって聞いたら、あれはクソです。とか言って。うん。こいつ、見る目あるな。とか言ってね。いい目してるね、君。とか言って。じゃあ、ちょっと俺が今から、君がこれから見るべき映画のリストを作ってあげるよ。とか言って。で、タランティーンの何見たって言うから、あの、ジャンゴとか見たって言うから、ジャンゴとか、あと、なんとかヘイトフルエイトとかね。あの辺。 だから、あ、君ダメ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 って。レーザーバードックスとパルフィクション見てなきゃ、この二つだよって。基本的に作家の一番いいところって一作目と二作目だからねっていう。だから、ピーター・ジャクソンの一作目と二作目は決して見ちゃダメだからねって。まあ、そう言ってね。あと、イングロリアス・バスターズ。これはね、俺の好みというか、 えー、あいつらナチのクソたれどもはクソ野郎だからぶち殺してしまえばいいんだよってひゃけハーとかで盛り上がりながら。だからついでにね、あのウルフ・オブ・ウォール・ストリートもね、進めたかったんだけど、あれ18金だからちょっと無理でしたと。で、ノーランに関しては、俺はね、フォーウィングとメメントが一番いいと思ってて、特にね、メメント。うん。だから、あのメメントが、えっ、ー、と、誰だっけあの主役の人、ダークナイトの主役の人がやってて、で、まあ、あと、えっ、ー、と、あの、キャリー・アンモスも出てんのかな。 だからまあそれをいいとして話がね作り方が非常に面白いこのメメントとフォローイングで俺があの何5分割5分分5分にガーって分割して後ろからダーって流してたって言ったらどういう物語りですかとか言うからまあ見て見てから楽しめって本当にメメントはね本当に映像体験として俺はあれはね物語を味わう体験として貴重だと思ううん で、SF はね、意外と見てなかったみたいで、まあ、スター・ウォーズとか、バック・トゥ・ザ・フューチャーとか、あの辺は見てたみたいなんだけど、あ、UFO とか、えー、UFO じゃない、ET はクソだっつってた。うん、俺もクソだと思ってるんで、あのー、誰だっけな、スピルバーグスピルバーグでね、まとめが何かって2人で話し合ってて、 二人でね、話し合ってて、スピルバーグで見る価値の映画って何なんだろうとか言って、うーん、あるような、ないような、インディ・ージョーンズはまあ面白いんだけどな、とか言って。で、結論出たのが、シンドラーのリスト以外は特に見る必要もなそう、うん。で、まあ SF っつったらこの辺かな。まず、押井守の、えっ、ー、と、パトワンツー、それから、ゴーストインザセルにイノセンス。この辺はもう必見。 で、キューブリックは SF とは言わないけど、まあ、この4作品、宇宙の旅、オレンジ、異常な愛情、フルメタルジャケット。まあ、この中でね、どれが一番見るべきなのかって言ったら、俺やっぱりね、2001年宇宙の旅だと思う。これはね、映像作家を心がけてる人はぜひ見てほしい作品の一つ。で、SF 戻ると、やっぱガタかブレードランナー、リベリオン。この辺がね、クリスチャン・ベールのね、あのガンカタアクションは、 あれはなかなかいいと思うし、ブレード・アンナは、えっ、ー、と、あの人、名前が出てこない。半ソロの人、ハリソン・フォード。うん。で、カタカは、えっ、ー、と、あの人、名前が出てこない。 うん、最近見てないからなあの人の映画、まあ。ということでね、えー、このガタカなんかはあの遺伝子操作系の話としてはなかなかシリアスな話でなかなか面白いんだけどあの個人の物語とも重ね合ってなかなかいい作品なんじゃないかなってこれはねガタカをけなしてる人見たことないとブレードランナーとリベリオンは人によるって感じかなでもブレードランナーはね巨匠が作ってるからまあまあまあうん。 で、その後、じゃあ、ヒューマン系どうって言ったら、あ、いけますよって言うから、ゴッドファーザーどうだったって言うから、よくわかんなかったですっていう、ゴッドファーザーわかんないのか、辛いなと思ってね、じゃあ、一番分かりやすい、戦闘部ウーマンどうって、アルパッチーノ、これ。うん。で、次、えっ、ー、と、ルビン・ウィリアムスの、今を生きると、レナートの朝。このね、3本はヒューマン系としてはありだと思う。 まあちょっと今を生きるが完成とか若干かなという気もするんだけど、じゃあ感動ポイントで言えば一番大きいのがこの今を生きるなんだから、まあ見てほしいよねって思春期のこの繊細な心あなぜかってってね、グッドウィルハンティングが良かったって言ってんのよ、この子。なんでお前そんな繊細な作品がわかるんだみたいなね。うん で次にマルコム X、えー、トレインスポッティング、市民権。まあこの辺は普通に質が高い。特に市民権はなぜあれがアメリカ人に選ばれ続けるのかっていうのを、まあちょっと見て考えてほしいよねっていう。で、あとはえっ、ー、と俳優縛りで、カッコの巣の上で、タクシードライバー、真実の行方。まあこの辺は俳優の演技を見てほしいと。で、黒沢明の生きる以外に特にいいのあったかなって話になって。 「7人の侍どうですか?」って言われて「まあ悪くはないんだけど生きるでいいよ」みたいな「で赤ひげって評判いいですけど」って言われて「うーんまあ悪くはないけど生きるでいいよ」みたいな本当に生きる一択なんだよね黒澤明俺の中で。うん で、まあ、最後に素晴らしきかな人生もアメリカ人がなぜ年末にあれを見続けるのか。で、街の日もね、これも結構見続けられてる作品の一つだから、アメリカ人の感性にどこがヒットしてるのかを俺はちょっと見てほしいという意味で、この2作品を挙げてみた。で、真実の行方、これね、ネ,ネタ知ってたみたいで、ちょっと残念。ネタバレ系作品好きですって言われて、ネタバレ系作品として、じゃあって言ったら、ユージャーサス,サスペクト良かったですねとか。 えーっと、君、ちょっともう教えるもんないんだけど、みたいなね。じゃ、スティングでも教えるかな、とかになるかな。うん。で、そうはどうだったって聞いたら、グロいのはダメですって。あーあー、そうなの。うん、そう。そう、いいんだけどね、とか言って。じゃあ、うーん、ないよね、って話で。で、最後、ニューシネオパラダイスどうって聞いたら、母が好きですって。ああ。 うん、これは皆って。ニューシパラダイスはね、俺はよく言うんだけど、普通のバージョン見た後完全版見ると、より感動が深くなるのでおすすめですと。あとはね、イタリアンネオリスモのいくつかの作品もおすすめしたかったんだけど、ちょっと子供にはマニアックかなということで。ということで、今回ね、えー、映像作家志望の中学生がおすすめの作品がありますかというので、リストを作ってみましたと、皆さんどうでしょうかこの作品、えー。お気に入りの作品あるでしょうかというか、うちのチャンネル来てる人だったら、 多分、この、押井守が好きな人多いし、あと、ノーランとタランティーノが好きな人多いんじゃないのかなっていう。で、多分ね、俺が意外とこの辺のね、セント・ブーマンだの、今を生きるのレナーの朝、あと、素晴らしかな人生、生きる。この辺りを激推しした辺りが、ニューシェン・パラダイスとか、多分みんな、うんってなってるからさ、えって、んマタズの人じゃないのこの人って。ムカデ人間2の人がなんで今を生きるを進めるのって。うん、まあ、その辺がね、俺という人間の複雑性というか、 まあだってね冷静に考えてみてねああいう作品ばっかが好きでああいう作品ばっかを家で流してる状態で、えー、女の子が、うん、引っかかるとは思えないから、えー、こういう作品も好きじゃないとね女の子とは話ができませんよっていう。で俺は好きですよと。うん、ということでこの中でじゃあ一番俺が。 子供に見せたい方がいい。1番、2番、3番。ちょっと今から選んでいこうか。映像作家志望としてはね、やっぱりレザーバードックス、パルフェクション、メメント。2001年宇宙の旅。それから、うん、どれかなこんな方と。うん、ゴーストインザーシェル入れてもいいんだけど、あ、12人に行かれる男たち忘れてた。これはまあストーリーがいいんだね、っていう。 うーんあとラスト1本をベスト4を選ぶとすると悩むなこれうーんどれだろうねうーん市民権かなうん市民権だねやっぱりこん中だと市民権はねあの時代にして技術が限られてる状態でで作業技術もまだ練られてない状態であれだけの作品を作ったという意味で 俺はやっぱりアメリカ人が評価する理由わかるんだよねっていう。うん。で、映像作家志望としてはそうで、じゃあ個人的にヒューマン系で心がほっと温まるベスト5っつったらやっぱ戦闘部ウーマンでしょ。今ね、俺がね、あの、イングロリアス・バスターズ入れそうになったとか思ったでしょ。ちょっと入れそうになりましたと。 えー、戦闘ブーマンは俺はねんこれかなりひかっかたかいい作品だと思うもう知ってる人はねあっなるほどねって思うで「素晴らしきかな人生」「待ちの日」「生きる」で「入試のパラダイス」だと思う、うん、この順番だと思うで「好きか」って言われたら「今を生きる」は好きだけど「レナードの朝」も好きだけどロビン・ウィリアンスの作品ってね「ガープの世界」以外はちょっとね100 点が開けづらいというか、ちょっと欠陥が多い作品が多いんだよね、ロビン・よりもさ、が。どっかでねさ、こう、テキストで妥協してるというか。うん。まあ、ということで、今回ね、えー、と、おすすめの作品はこんなふうになりましたということで、失礼します。